レビ見ようとりあえずミッキーを避けないことには話にならない。現実的に頭が良くない、背は高くない。ちなみにちょっとポジション甘くね、そのでブランチとディフェンダー入れ替えたんで、あそこが成長したら多分そういうタイプだと思います。多分ここにはいないよ。富澤にスクリーンやる気がしない。この位置どうもしれない。みんないないじゃん、ミッキーと3人でいいからもう余裕で。フォークボックス。最初は未定だったんだけど、もう忙しいから後で。もしかしたら山ハム近かった。取られるなよ、フラフォーク。裏4番、大谷持ち味。あんまり大谷持ち味は何だろう。2本なのかな。10時で13時だから15時だから時間すげえ空いてるから3本だからやるのかな。あ、ミッキー。それは足がちっちゃく見えるのは不思議ね。どっち、あ、アスカ2キロ高いのか、身長。まあ、はい、5、6センチくらい。でもね、看板あったやんっていう。ビエラ、怪我あるの？あ、16番ビエラ。あれ、あんな髪型してたの？16番キリシタってもうでかい人しかいないから。アスカさん。あれ次第のさ、ランバックジンはいつからフォワードになったの？今さらない。いつの話したって言われたらあれだけど23番だ。あー、そうだ。右のバックに長くなってます。はい、マークは富田がつけてる。もともと15分ですけど、フォローが遅い。今フォークのお母さんから中島君フォローないよ。マヒロってなんか怪我かなんかしてんの？タマヒロ1回ぐらいあの打つ瞬間収めたいのよ、ニッキーが。収まんないのよ、あんま混んでるから。しょ、残念。この体勢で言っても。クリアじゃん。もうちょいなんかこういうヘディングできてんのかな。アジアの今年のスリーバック。おすごいな。そのどういうスタンスを目指してるのかな。とりあえず残留を目指してなんとか頑張ろう的な。ジーン、おージーン、ジーンさん。誰か倒れた師匠、今思いっきりショットチャンスあったんだけど、あんなドグリーなヘディングなんか完璧ですね。残留はの目指してんじゃないの。プレミアにいることは大きい。2回戦、2回戦B チームが